い、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日は水曜日、9日、鹿屋はとってもいい天気です。暑いふれ、今日は暑い。釣りは私、夏の野菜種まき準備です。今から毎日毎日忙しいですね。私早く自分でこと終わる、あと1週間はまた旦那さんは忙しいなる。さつまいもの苗切る、辛いも植える。今私がね、ゆっくり自分でナスビーかぼちゃ畑に準備ですね。今日は旦那さんのヒレを振って乗ったりあげる、あとで自分で植える、ビニールかぼして、そしていろいろ毎日忙しいです。今日はね、私はね、今はお昼です。暑い。私はね、種まき今年いっぱいの作って皆さんに見せたいです。去年はね、ちょっとスイカと失敗ですね。今年、去年の負けないの、いいの作りたいの。去年の勉強になる。今年またいいの作りたい。一緒に楽しみ。どんな私のトマト、ナスビ、スイカ、ウリ、キュウリ、たくさんいろいろな水野菜、本当楽しみ。毎日楽しい。夜何メールする、何する考えで私楽しみ。今日は早く種の買いに来て、去年はトウモロコシ植えたけど、タヌキにタヌキのいっぱい食べてあんまいっぱい取れない。今年はね、タヌキに負けない、頑張ります。ちゃんとネットで電気切るかなって、電気線の電気に買おうかなって思った。これトウモロコシの、トウモロコシは私いっぱいは少ない。鹿屋はタヌキ多いです。どこも山ですね。タヌキは全部食べちゃう、やっちゃうですね。ただちょっとだけ植える、楽しい。もしかしたらタヌキのくないといいできるかもしれない。これトウモロコシ、すりはまあキュウリですね。普通のキュウリ、私はね、ハウスのスイカの作って、隣は枕にキュウリ植えるかな。ちょっと少し、これはチキニ、これはキュウリですね。あとはちょっと黄色いチキニ、黄色いのチキニ、これもキュウリだこれはチキニ、黄色い、これはね、鹿屋私はね、あんま難しいで、ちょっとだけ植える。緑と、あとはね、ウリです。これニューメロンとウリ、私はね、これ一番うまい、一番たくさんできる。これ名前はウリでいいわ、ウリ。私これだけ、これウリ。今から種まき、3月の今日は10日ですね。3月の30日に畑全部植えるかな。それで今年夏、あとではね、スイカをいっぱい作って、種まきはスイカとオクラ、あとでまた、あと1週間からまた種まきする。今日はこれだけで、私毎日一人で頑張ります。今から作って、これそうかな。最初はね、最初はおきゅうり、きゅうり切ります。簡単でね、誰もできるきゅうり入れるかな。今年ナス野菜いっぱい作って、thank you.
終わりました。ここはきゅうりです。きゅうり。これはトウモロコシ。こっちはニューメロン。こっちはニューメロン。あっちは黄色いメロンです。と少しはチキニ、チキニ2つだけ。今からハウスの中、水かぶす。